俺の名前は哲也刑事をやっていてとある犯人を追っている再利用だった。あの時俺の妻を殺したあの仮面の男、あいつを追っているんだ。お前には今日生きる資格はねえ。で、あのやった犯人に ENE が来ますよ。おいおい、ひどい言い草だな。なんだよ。犯人の居場所が分かりました。こっちです、ついてきてください。で、分かった、助かったです。けどなら、そう願っても無駄だから、グッバイ。君の運命の人は僕じゃない。辛いけど離れない、でも離れがたいのさ。おい犯人、見つけたぞ。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、観念しろ。パンケーキ、ここまでだ。パンケーキ逮捕してやる。茶碗蒸し食べたい。レッツゴー。お前を探してた。やあ、カズコ。なぜカズコを殺した。お前、あの時の男か、復讐しよう。どうしても無駄だ。あれは私の意志ではない、命令を受けたのさ。ツラタン、イブラヒモビッチ、言い訳はそれで終わりでいいか。捕まえてやる。お前はカズコ。1年前のあの事件、私準備だと思った。でもあれ偽装だったのよ。なんだと。そうだ、俺たちは哲也とカズコが夫婦の時不倫の関係にあった。そして駆け落ちするために俺たちが選んだ方法はカズコの偽装者。ごめんなさい、あなた。今でも愛してるわ、カズコ。生きててよかった。だったか、あったけ耳。だがなぜこんなこと。すべてお前が仕組んだことだったのか。バレてしまったら仕方ない。貴様らには死んでもらう。お前は無ノーマルじゃねえか。すいません先輩、カズコの魅力に勝てなくて寝取ってしまいました。てめえ、どうだ、どう殺されたい。ご注文は。やめろ、やめろ。砂糖、砂糖、砂糖、パーマ、砂糖、パーマ。あ、間違えた、やりたいのパンチだった。やめて。やめてやめて、すがー。
悲しむ人が生まれるんだ。偽装師によって男をもてあそぶなんて許せない。ふざけるな、ふざけるな。これからは僕が仮面の男になる。君を守っていくよ。もう偽装師なんてするな。もちろんよ。愛してる。なんだなんだ。やだ、つけた、ジョエド、ガード、ジョエド、ヨルト、ハンバーグだ。面白いチャレンジをしていただきたい。面白いチャレンジをしていただきたいんですけど、今から、僕が完全に考えてきたドラマの脚本を、ドラマをやってもらいます。ああ、なるほど。でもその台本にはちょっと穴があります。穴、穴、例によってシリアス刑事モノコントなんですけど例によってるかな。まるまるっていうこの穴の部分があるんですね、はい、そこの部分は完全にくじ引きで決めようかなと。え、あ、え、大丈夫、え、大丈夫それ。だって刑事だからさ、タバコ吸いながらとか分かるじゃん、はい、けん玉しながらとかだったらもう話崩れてきますよ。なるほどね。そうなんですよ。でもそれ監督に本番で言われたらちゃんとやんなきゃいけないんですよ。この〇〇をしながらっていう俺の行動は終わったらどうなるんですか、ね、それも分からない、まあ、次もこれながらやるかって言ったらまあ永続魔法になったり速攻魔法になったり、そこは分かんないです。でこれなんとかしながらボックスと、なんかモノボックス、そして名前ボックス、セリフボックスみたいなのがあるんで、まあ、適宜そう引いていって、うん、台本完全にくじ引きでやってみようというやつですね。なるほど、はい、なるほど。多分時間かかると思うんでやりましょう。はい、グランクイーン。いいから、ちょっとさ、ね、キモやめてよ、一生ベンチすぎる。考えろジェンダー。お願いします。それで最初のシーン、状況ボックス、状況、これ状況ボックス、状況ボックス、はあはあ、大体よしながら、うん、でね、うんこしながら引いちゃった。あー、なるほど。いやでもまあ逆に、はい、ここで撮影しようとしてたんだけどな。ずっとここで待ったけど、考えリアルリアル、うんこ出なかった場合どうなる。関係ねえだろ、映んねえんだから。映んないよね。そうめちゃくちゃ映ってるね。俺の名前は哲也、フェイリオしている。ここは心の声なんで。あ、びっくりした、言うかと思った。俺の名前は哲也、形状で。うん、でも言おうか。え、言うんですか。俺の名前は哲也。何かしら物を見て何かを思い出すっていうシーンなんで。あ、え、狂気ですよね、これ。これ狂気になるから、そのまま。めっちゃ重要ですよね、これ。重要です、うん、結構重要なアイテムだと思う。ででん、サイリウム。サイリウム、うん、はっ。家族が仮面の男にバレバレな状況でサイリウムで殺される。え、水に顔をつける。パンク。逆だろうな。水に顔つけてほしかったな、なんか変だな。いやでもそうなっちゃうのがこの9時ですから、うん、いいパンだな、しかもな。アマンみたいな。なんかその辺のスーパーで買ってきたなんかペラペラなやつかも。やめてやめて、ちょっと待ってください。え、そこまでシーン取り切らないんですけど。何のシーンですか。あ、まだでした。あれ、なんか大丈夫ですか。ゾウムシいる。ゾウムシいる。え、同僚が入ってくるんですかね、今から。ここにで同僚は〇〇しながら、〇〇っていうセリフを叫びながらやってきます。状況ですね、状況ボックス。これやりながら、哲也のところに駆けつけます、はい。
わさび食べながら。で、どういうセリフで駆けつけるか。それはもう、おい、哲也とかだな、すぐは。すぐはそうなりますね。待ってよ、大丈夫これ本当？なんて言われてる。お前に明日を生きる資格はないって言いながら俺何したの？まあちょっと破天荒なキャラでお前何言ってんだってやつだろうな。じゃあお前に明日生きる資格がないって言ってきた後に、犯人の居場所が分かりました、あっちですって言って、俺が分かった助かったぜって言うて犯人に言える日がついに来ましたよとかさ、付け加えればなんか繋がるんじゃない？あ、めっちゃいいじゃん。来た、そういう俳優のアドリブがやっぱ重要になってきますね。お前に明日生きる資格がない。ああ頑張れ、頑張ってください。もう一回行こう、もう一回行こう。お前が、あ、カメラ見ますか？早くカメラ見るか見ないか。犯人の居場所が分かりました、こっちです、ついてきてください。どっち今のはどっち？このアドリブ、今のアドリブ。あー、これ上がった、助かるぜ、まるまる。あれ、これもしかしてついと名前が決まる？そうですね。あー、そうだ、こちらは名前ボックスになります。はい、これ長いのは嫌ですよね。いやスケトウダラ。スケトウ、お前スケトウダラ。おい、スケトウダラだと。俺が何なんだスケトウダラって。まず同僚スケトウダラ、哲也とスケトウダラ。助かったぜスケトウダラ。もうこっからクライマックスだな。いや犯人は何かをしています。はい、それをちょっと決めましょうか。これはどんなのが出ても割と応用効くんじゃないですか。はい、プレテンダー風に。プレテンダー風に待っていい。ありそう。でも狂気的だよね。ミュージアムとかにありそう。ありそうね。おい、目をしながら聞いてねえんだ別に。でも離れがたいのさ。何々っていうとこでしょ。何々なんか弾いて見つける。何々しながら見つけたね。オナニーしながらはありますか。はないはずですね。はい。何ですか。TikTok。お前。持っちゃった。どうでしょ。見つけたぞ。ベンセブンタイムフル出してる。おい犯人。見つけたぞ。パンケーキ食べたい。パンケーキ。観念しろ。大丈夫ですか。いいですかね。オッケーです。はい、こちらで犯人のセリフを決めます。あ、初めて聞きます。茶番蒸し食べたい。うわー、パンケーキじゃなくてね。すごい、すごい、すごいな。パンケーキ食べたい、茶番蒸し食べたい。茶番蒸し食べたい。お願いします。じゃあ何してるか決めますか、その後ろで。はい、これ結構シリアスなシーンだよ。もうクライマックスか。クライマックス。全然ダメです。え、チアガールなんでだよ。ちょうどわかんないんだけどさ、ニュース晩飯食いながら見てたらさ、うん、先ほど出てきた、ステイホームという字幕ですが、誤ってホームセイになっておりました。申し訳ありませんって言ったら、いや逆逆言っとる言っとる。一番やっちゃかんそれって、一人でめっちゃ突っ込んでた。それいい。いや、いいぞって言ったんだけど、あかん。すごい。俺こいつと捕まえないって。なんかいい、似合ってるよ。似合ってるよね。エッチだね。エロいエロい。ああ、エッチだな。チアガール上がるね。レッツゴージョッセイ。ぽいぽい、ぽいぽい。命令を受けたのさ。ここでなんとか、これはセーフですね。はい、セーフきた。いや、これ大事だよ、マジでここね。犯人をこれで追い詰める。スラタン・イブラヒモビッチ。スラタン・イブラヒモビッチ。あ、でも、繋がるね。苦しい言い訳をみたいなテンションで言えばいいのかな、これを。その流れで、〇〇という物体を使って、この犯人反撃し始めます。はい、物体をちょっと、ヒカキンボックス。おおお、捕まえてやる。かずこさん。あ、もう残りも少なくなってますね。だん、歯磨き。日常だ。前半で出るやつだな。おいでなさいよ、日常です。
危ない。びっくりした。危ない。やばいな。偽装なんかだよ。ナイスですね。いきますよ。肩車。ああ、チアだしね。急に上でなんだと。うわー、すごい楽しい。これ不安になる。腰やばそう。本番。ちょっと仮面がもうことの真相をペラペラと説明しますね。はい、鼻テープ。お前仮面つけてるやん。肩車、もう一度お願いします。すいませんね。肩さん、肩様、肩様、おーりゃー。期待通り。エッチの来ましたよ。ええ、そんなの。逆立ち。うわ、女子場合はその水飲め。その水飲め。なんで入るんだよ監督。監督濡れ場濡れ場演じてるじゃん。肩車しながら足で年見つんだけスクワッチ。結構そうだね。いけんの？大丈夫。まだ大丈夫。まだやめた方がいいかもよ。ちょっと待って。なんでも。まだ本当だ。まだ差しすぎた。じゃ上も脱ごう。上も脱いで。上も脱いで。ね、こういうくだりがいいよ。早く上脱いで。こうやって持って。違う。GH ライブじゃないから。ちょっとマンションの階段登ろうね。お待たせしました。お待たせしすぎたのかもしれません。ねえねえ、最後生きててよかった。あったけ耳。ちゃだ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 、早く監督カットして。監督セックスだ。危ない。バレてしまったら仕方ない。死んでもらう。お前は無ノーマルじゃねえか。すごいね。いや、もう違う人だもん。なんかピーター・プティグリみたいな。やばいね。これでね、決めます。はい、僕の見せ場です、これは。はい、一番ですよ。えい、ご注文は。いや、もう言い方でやんなとかするしかないですよ。ご注文は、ご注文は、てめえ、どうだ、どう殺されたい。ご注文は。あ、これできないわ。タバコ吸いながら。ちょっと待って。あれ、これできないかもしれない。ちょっと待って、これやばいって。これは正直言って、これやばいよ。吸いたくない。これやばいの聞いたよ。これマジ裏切るつもりはない。顔が不安そう。顔死んでる。カメラこっちなんで入れちゃったの。と思わなかった。そんななんか可能性考えなかった。やばいやばい。え、1ヶ月タバコくん嫌だな。コントってあれじゃないですか、もうプライベートとかじゃないじゃないですか。いい、それで合ってる。いや、いいんだって、いいんだって。なんかやれよって言うかなと思って。ムノーマルさんが演技で保護性いきましょう。さすがにセーフ。あぶねー。うわー、 OK。 くっそー。砂糖、パーマ、砂糖、パーマ。あ、間違えた。やりたいのパンチだった。あー、くそー、やめろ。やめて。私なのに。 いいサイズ感だな、虫さんって。あカズコ、カズコって二人でなんとかながら言います。あー、ながら来た、ながら来たよ。で、僕もう反復横跳び。邪魔くせえな。邪魔くせえ。てめえのに。カズコ。なるほどね、なるほど。俺こちら。あー、びしょ濡れ引いた。最悪だ、最悪だ、最悪だ。最後の最後に。今だけ水出し、お願いします、お願いします。カズコ、カ
冷静に監督しやがって。ラストシーンくじ引き、ほぼもうラストですね。はい、なるほど。和子さんがなんとまた死んでたと思ったら生き返って一言言う。こう別撮りで。別撮りとはグリーンバックで後で合成する。なんやねん、なんなんやねん。もうと悪くなかった。なんでだよ。臭くない。そう、臭くなかったの。歯磨きしてくれたの。ああ、そうか。自然とエチケットをねしてくれてたの。マジで。全然ね、嫌じゃなかった。クランクアップ。おー、すごい。いやー、長い時間お疲れ様でした。いやー。オッケー、じゃあまあ来週また見てみましょう。はい。くじ引き台本キメキメコント。はい。繋げてきました。あ、いや、全然なんか1週間経ったら記憶飛んだわね。一本のドラマとしてちゃんと見ればいいってことですね、これは。見てください。うん、はい。いや、もう最初がおかしいんだよ。終わった。すんげえ長かった。はい。ね、いやー、何にも入ってこなかった話が。うん、もうね、何を編集してるかも分かんなかったですね、これは。くしゃくしゃだもんね。やった側からすると結構おもろいけどさ、知らない人が見たらどういう気持ちなの。これだけ見たら全然わかんない。だからドラマとしてどうなのっていう。全くストーリー入ってこなかったですね。本当に成立しなかったね。逆立ちと肩車だけなのには絶対ダメだった。まあ演技力でカバーできてたところはできてたんじゃないですかね。意外といけたとこがあったかも。よく頑張ったなって思います。結構くじ引きでこうやってる、わー楽しいって感じになると思いきや、どっと疲れましたね。どっと疲れました。疲れた。また次回の動画でお会いしましょう。はい。